ワイルドスピードシリーズ第10作、最終章にふさわしく、いや、今、絶対クラッシュしたやん、と突っ込みたくなるほどの壮絶カーアクションの連続で2時間21分は、あっという間です。が、完結編は早くて2年後やて。4月21日に公開された、東京リベンジャーズ日のハロウィン編運命。関西ではマスコミ向け試写が3回あったんですが、最終日だけ完結編、決戦、6月30日公開、と2本立てで行われ。東宝、そこで見せていただきました。それぞれの上映時間は約90分。続く、的な、運命をご覧になった方はめちゃくちゃ悶々とした日々を過ごされてるでしょう。いっそ、インド映画、R、みたいに3時間一本勝負でよかったかも。とはいえ、後編までのスパンは2ヶ月。待ちに待って、決戦を見た時の満足感は保証できる高仕上がりです。さて、そこで本作。ファンなら序盤でちょっぴりジーンと来るはず。ポール・ウォーカー。去年40の勇士が銀幕によみがえります。ブラジル・リオを牛耳る麻薬王レイエスが警察の証拠品倉庫に隠した闇金1億ドル入り金庫を、ドミニク・ビン・ディーゼル、と元 FBI 捜査官のブライアン・ウォーカーがチャージャー SRT8 で牽引して強奪し、街中を爆走。第5作、ワイルドスピードメガマックス、2011年のクライマックスです。なぜに、今回、ドミニクの愛するファミリーに立ちはだかるのが、この時に殺されたレ。イエスの意地、ダンテ、前出の場面に居合わせてて、以後12年間、殺すより、苦しめる、ためにドミニク一派を調べ尽くしてたという設定です。復讐劇の手始めが、8作目、アイスブレイク、17年、から登場したサイバーテロリストのサイファー、シャーリーズ・セロン、の襲撃。ダンテは、前作、ジェットブレイク、21年、でドミニクの実弟ジェイコブ、ジョン・シナ、も味方につけてたファミリー最大の敵サイファー一派を逆に、苦しめる、ことで、憎。非ドミニクに宣戦布告しよった、アクアマン、のジェイソン・モモア扮するダンテが、あっさりサイファーの上位に立った時点でモヤモヤっとはしました。しかし、それを忘れさすのがロス、リオ、ロンドン、ポルトガルと舞台を移しながらドミニク一派を窮地に追い込んでいくど迫力バトル。これは映画館でないと堪能できません。ところがです、余分な知識は入れずに最終章やと信じて見てたもんやから、ネタバレ厳禁のサプライズ人事も含むエンドクレジットが上がり出した時点で、あぜん。続く、やん、完結編は25年公開予定。さらにビンちゃんは、2部作になるかも、と公言してるやて。2年後、ダンテの復讐劇を復讐必死やがな、些細口順。